ツイーターは、高音用スピーカーのことである。ツイーター、ツイーター、ツイーターとも、スピーカーシステム高音部を受け持つスピーカーユニットで、名称的には、小鳥のさえずり声から付けられた。すべての帯域を一つのスピーカーで賄う、フルレンジスピーカーによる広域再生に比べ、指向性、ドップラー歪み、分割共振による色付きの少なさなどの点が、良好で、 ある程度以上のハイファイ再生には、ツイーターを独立させた方が有利である。一方でネットワークを介することによる、音の劣化があるため、特に高音に優れた、フルレンジと比べた場合には、劣る場合もあるという異論もある。高音域は、楽器のバイオ成分なども含まれ、全体的な改造力感や上質感、美しさなどを決定する要素である。ツイーターの中には、 超高音域のみの再生を主眼としたスーパーツイーターもある。ツイーターを持つスピーカーにさらなる高音を加えたり、あるいはフルレンジユニットで高音域まで再生する際、そのさらに高音を追加するのに用いる。なお、どの帯域が高音なのか、超高音なのか、厳密な定義は存在しない。あくまで例であるが、1キロヘルツ以上を再生するツイーターもあれば、 10kHz 以上を再生するツイーターもある。数百 Hz から再生するツイーターもあり、ラッパ状の大型のものとなり、30cm や 38cm 以上の大口径のウーファーと組み合わせる場合が多い。一般にスコーカーを加えた3ウェイ以上の構成の、場合は 5kHz 前後以上を担わせる場合が多いが、2ウェイの場合は戦術のように定義はないため、 何ヘルツ以上をツイーターが担うかは様々である。指向性を広くし、質量を軽くするため、一般に昇降径となる。振動系の合成も高く取られ、ストロークはほとんどないに等しい。一般に低音は大振幅となるので、ツイーターに低音を入力すると破損する。そのため、あらかじめパワーアンプの前、または後でハイパスフィルターを用いる。 導電型の直接放射型が多く用いられ、コーン型、ドーム型の振動板が主に用いられる。また能率を高めるためにホーンを用いる場合もある。形状、構造が大きく異なるものとしては、リボン状の振動板を用いた、リボンツイーター、ドーナツ型の振動板を用いた、リングツイーター、極薄の素材を用いた、振動膜をメッシュ状の電極板で挟み込み、 静電気で振動させて動作させるエレスタットスピーカー、高電圧の空中放電による空気の体積変化を直接利用したイオンツイーターなどもある。高音域になるほど直進性が強くなり、スピーカーの周囲全体にわたって一様に響かせるのが難しいため、ドーム状の振動板を用いたり、あるいは高音型のバイオン鏡レンズを用いたりして、指向性を広げる。 ありがとうございます。